口を滑らせてくれたおかげさ。本当にありがとうございます、弁護士さん。どういたしまして。それじゃ、僕は調査に出かけるよ。明日までに手がかりを見つけないと。はい、私も留置所に帰ります。それでは裁判にいらしてたんですか。あの三つ森検事を相手に審理を延期させるとはあっこと見事じゃった。 ありがとうございます。それで何かご用ですか。星影先生、まっこと申し訳ない。素人同然の君が必死に戦っているというのに、このわしと来たら、そんな君を見ていて悟ったのじゃ。覚悟を決める時じゃとな。この男を調べたのだ。コナカマサル、コナカルチャーという会社の社長じゃ。コナカ、遅い。このカスだな。コナカルチャーは大手の社長の会社。しかしその裏の顔は。その弱みを握り、それを高値で売りつける。売りつけるって、それ脅迫じゃないですか。そして、恥ずかしい話じゃが、このわしも、あの男の言うことには決して逆らえんのじゃ。